はい、どうも、シューティーブでーす。レオでーす。ヘルトボーイチャンネルのヘルトでーす。お願いします。お願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年もよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでですね、昨日ね、契約満了のはずなんですけどね、なんかいるんですよ。なぜかいるんですよ。でもね、ちゃんとヒロトボーイって言ってるからね。なんか別チャンネルらしいんで、ちょっとここだけね、柵をちょっとこう設けてもらって、アクリル板だけこう入れてもらって、ね、2023年もね、まあ新しい気持ちで頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、なんと、まあ、彼はもうちょっとこう、もう契約満了で終わったんですけど、ちょっと一回ちょっと退いてもらって、実は新メンバーがいるんですよ。はいはいはい。新メンバーが今年から入ります。まあ、ヒロトが昨日でね、終わりました。今日から新しい人が入ります。ってことなので、登場してもらえますか？そうですね。まあ、今年からね、一緒に頑張っていく仲間が来ますのでね。はい、じゃあ来てもらいましょう。お願いします。どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして。はじめましてもおかしいけど。はじめまして。はじめましてですね。どうかでもはじめましてですね。いやー、マジなんか仮面つけてんな。諸事情により。諸事情に無理ですよね、はい。やっぱ2023年からちょっと一緒にやっていただくんですけども。はい。というわけでね、2023年からちょっとパワーアップしてね、もう、ガタイもなんかほぼ一緒みたいな。むしろ俺よりいいかもしれない。ヒロトの上位互換になれるように。いや、余裕でしょ。ヒロトより軽く超えていくでしょ。すごいちょっと頑張ってもらえてると思います。まあ、出身がね、こっちじゃないんでね。そうなんですよね。地元のメンバーたちもすごい喜ぶと思うんですけど、はい、もう頑張ってもらって、はい、はあ、やっていただきたいと思う。なんかさ、後ろになんかいない、なんか赤いやつ。何お前映ろうとしてんの、こうやってこうやってこうやって。何こう、なんか映ろうとしてんの。寂しいですよね。何してんの。え、寂しいっす。寂しいっつってますよ。でも映んなよ。お前撮影中にそこ映んなよ。もう僕のポジションなんだ。ほら言われてるよ、お前。ちょっと寂しがってるよ。目全然開いてねえじゃん。そう、目開いてる。すごい寂しがってんじゃん。いや、翔平 TV って見たことある？あ、もうその向こうにいる時から存在は知ってて。マジか。友達に最初教えてもらったのがスタートで。やばいね。嬉しいっすね。嬉しいっす。別のとこにいて、なんか仕事の転勤でこっち来たの。そうです。そう、その関係で行く前になんかこういう YouTuber いるよみたいな話をされてたの。だから遠い雲の存在だったんですけど。遠い雲の存在。雲の上じゃない。雲の上じゃない。雲なの俺。いや、ありがたいですね、こうやってね。もうほんと偶然だから、うん、偶然出会ったからね。なかなかいい機会だしね、いいご縁だと思うんで。まあ、ヒロトの存在知ってます？いや、あれは知らなかった。あれよって言ったら、あれっつって、もうなんかもう上に行ってるよな、完全にね。まあ今年はですね、まあ変わらずやることといったら野球取材とか、はいはい、やっぱ道具紹介とか。まあ去年の年末あったじゃないですか、モンスターブラキャン。あれもまた別のバットもありますし、はいはいはい、それもまた紹介するし、別のメーカーさんの紹介とかも予定はしてるので、どんどん新しい商品紹介の動画とかもどんどん出ると思います。あとはまあ取材が多いし、まあまた今年ヒットベアーズさんの方で取材も多分やると思うので。まあ、知り合いるもんね。いたっけ。そうそうそう。もうやめたっけ。いたんです。やめちゃったんですけど。そうそうそう。私去年プロ出てるんですね。そうそうそうなんです。今年またね、いい1年になると思うんですけど、本当に、はい、はい、楽しみたいと思います。はい。なんかすげえ後ろ、なんかバットが浮いてねえか。バット浮いてない。なんかバット浮いてない。透明にバットが浮いてんだけど、まあいいや、近接行こう。これ右バッターな。これ多分右バッター。多分これ右てますよ、ね、影ある。影あるから人ってわかる。だいぶ低身長だと思うんだよな。だいぶ低身長だと思うんだけど、どう、ちょっと立ってみて横、立って、ほらほら、多分これ危ない危ない危ない。バットが飛んできそう。バット投げそう。そうなの。その透明にショートにバット飛んできそうな。やばい。ちょっとぐだぐだになっちゃいましたよ、ほんと。こいつのなんか、このなんか変なのせいで。なんか帽子が返ってきました。さよなら。なんなんこの動画。いやー、まあ今年で目標があるんですよ、やっぱ。はい、はい、目標がいろいろあって、一番大事だよ、一番大事。目標があります。翔平TV目標、チャンネル登録2万人以上突破目標で、翔平ズメンバー100人
増員という拡大100人超え、今グループラインがまあ40人ぐらい、ね、50人ぐらいかいると思うんですけど、なんだろうな、参加者は多分軽く100ぐらい超えてるんだよ、200、300でいってると思うんですけど、その翔平ズメンバーとして入団みたいな、いや背番号埋めたいですよね。そう、特に契約とかないですよ、全くないけど、なんか多分こう心と心でこう何会話する感じのこの入団みたいな、はいはい、そういう感じで、で100人以上は行きたいかな。まあ参加募集するとまあ普通に多分10、20人ぐらい集まるみたいな状況にはしたいかなっていう感じと、あともう一つ大きな球場を借りて翔平でやりたい、はいはいはい、目標にしてます今。そのためにはポコチャをやってるので、ベルーナドームを調べたら多分60万70万します。諦めましたまあやるとしたら反応市民で1日とか、はいはいはい、掲示板とか使ったりとかできたらなーなんては思ってます。あとはまああとはまあ新しいチーム取材とかチームの取材とコラボをまあ5組ずつぐらい、初めましてをまあ5回ずつするのを目標にして、うん、新しい、まあ、ボーイズとかシニアとか、そうですね、とかそう、まあ、今まで行ったところも行きますけど、はい、年々代が変わっていくからね、はい、でもまあ新しいチームと交流のためにいろいろやっていきたいですし、うん、まあ、中学のね軟式野球チームとかもそうですね、できたら行きたいですし、なんかその動画外でもなんかできたらなって、結局さあのなんか中学とか高校とかって高野連とかさ中退連とか、そうそうそうとかが結構こう厳しくて動画無理ですってなってじゃあ行けませんねってなるけど、無理ですってなってもじゃあ行くだけならね別に一緒に野球やるぐらいな多分そうですね行けると思うので、全然こっちで回すとかじゃなく、うん、その交流一緒にこう野球やってみて感じてもらいたいことも結構あるので、でまあ動画投稿も変わらず火水金土日、はい、月木はまあショートかな頑張って、でショート今まであの今まで出した動画を切り取ってやってるんですけど、そこをあえて新しいなんかオリジナルのショートを撮影してやっていくのもありかなと思いましたので、でね実はサブちゃんちょっとまたちょっとリニューアルしようと思って、まあそうですね、今まではヒロとかそうやってましたけど、もうあの自分でやるらしいので、翔平 TV の絶対に見てはいけないチャンネルを作ると思います。ちょっとやばいことでやろうかなと。なるほどね、いろいろしてやっぱね YouTube やってるとここまで行くとやばいなっていうところが僕らからしたら普通になっちゃってる部分がやっぱあるんですよ、まあはいはいはい、感覚がおかしいところがある。だからちょっとその周りの人はからしたらやばいな、俺らからしたら普通でしょみたいなところがあると思うんで、きっとそれを探して動画を、まあ、ショートとか、はい、なんか動画出していこうかなっていうふうには思います。でまあ僕個人の目標としてはちょっと減量して動きやすい体というか、まああの今の状態でね打球すげえ飛ぶけどやっぱり飛ぶだけじゃやっぱ走れなきゃダメなんで、とかなんかこう伸縮になってるんでやっぱ足が疲れて、はい、普段あの打たないからね、あのあれだけど打てるようになっちゃったせいでこう ランナーになんか結構いる機会長くなって、走りすぎて、ね、伸縮になっちゃった足すねんとこがめっちゃ痛くて、体を作り直して2023年ちょっとこう痩せてシュッとした感じでやっていきたいなっていうのと、あとまあ肩を直す、まあ、登板とかね、年間18登板できれば結構いいかなと思ってるんですよ、はいはい、まあ3月ぐらいから始めてさ3、4、5、6、7、8、9、10、11月9ヶ月とするんじゃん、2週間に1回投げれれば、まあ、18登板目指して、まあ、肩ねマジ痛いのよ本当、1回投げたら1ヶ月かかるんですよね、万全まで。そこをちょっとこううまく治療行ったりとかいろんなこの器具を使ってやって、はいはい、なんか2週間に1回投げれるような感じにはしたいと思います。そうしましょうよ。はい、なんかいるんだけど何してんの、何してんの後ろで、お前かよ。フェイスじゃねえよ。ない、え、こういう芸風に変わったの、こういう芸風、こういう芸風になったの。年始の挨拶これなんでこうやってなんか、ね、ちょっといいなんかしかも邪魔する、調子乗り出してる、ちょっと、え、調子乗ってない、やめたとはいえ、なんかあったら俺はすぐ殴りに行くから変わんないよ、そこはやめてくれよ、こんな邪魔すんの、もうどいちゃったじゃん、ほら。え、どうすか、こういう環境どうすか、ちょっと。そうですね、ちょっと僕なんすか、やっぱりこういう環境苦手なんで、え、ちょっとやめます。マジっすか、え、今日の今日じゃん。え、ちょっと考えてもらえない、もうちょっといやでもまずヒロト以上の人だから、うん、いてほしい、こっちは。そうですね、でもやっぱり
やめちゃいます。マジで。しかも俺らのせいじゃないって。俺らこいつのせいだ。やめたやつのせい。やめたやつがなんかちゃちゃ入れるからなんかちょっとかなんかすごい嫌な気分にならせちゃって、ちょっとその責任はもう取っていただかないと。責任だってお前ちょっと来いよお前。何してんのお前この服着て、何やってんの。グリーンバックで面白くしようと思って。人のチャンネルですな。お前自分のチャンネルでやれよ。アピールしないと。なんかこんな貪欲なやつだったっけこいつ。なんだよこいつ。こいつちゃんと自前っすからねこれ。何やってんだお前。ちゃんとアマゾン頼んで自前っすからちょっとごめんなんかこいつ邪魔すっからさ。やっぱアピールしない。いやねえねえ、レギュラーの何争いこれ。レギュラー争いみたいな感じ。いいよ、すげえぐだっちゃったじゃん年始の挨拶で。こんなん初めてだよな年始挨拶。他のところにもないっすよ他のチャンネルに。お前が言うなよ。やってるお前が言うなよ。というわけでてってれー、ドッキリでした。はい、ドッキリでした。本当なの。はい、2023年から、新メンバー一人増えますと言ったんですけど、それは結構ガチで、はい、心新たにあのヒロトが、新メンバーとなります。はい、そういう感じなんですよ。アシスタント兼マネージャーはもう卒業です。今日からもうメンバーとして、はい、両平と一緒に同等の位置で、はい、やってもらいますので、はい、はい、いやお願いします。ごめんね。はい、じゃあちなみにね、ちなみに、はいはい、はい、楠木くんです。ごめんね、ごめんね。やらせて、やらせて、本当にごめんなさい。俺マジで首かと思ってた。いや、こいつ本当に首宣告昨日してて、昨日で一昨日か結構前にしてて、4日前ぐらいに。もう温泉でね、ちょっと一人こう涙流しながら話したりしてたのよ。ちょっと本当寂しいですみたいな、ちょっと辛そうにしてたんですけど、まあこの日のために撮っといたんで。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。マジありがとうございます。マジありがとうございます。スー君いなかったらね、そうこれできなかった。そう、本当に撮影協力お願いしますっていう連絡が来て、いいですよって軽く言ったらドッキリだったんで。ドッキリだ、ドッキリだ。俺全然来てない。いやいや、本当ね、彼もねなんだかんだ頑張ってますし、アシスタント兼マネージャーって言ったって正直ね何もしてないんですよ。僕らが撮影しててもね、なんか気づいたらさ、守備ってなんか遊んだりさ、そうそうそう、なんかバッティングしたり守備したりなんかさ、アシスタントする気ねえし、ね、カバン持つか飯の時に箸出すか水かのね、水汲むかぐらいしかやってないんですよ、アシスタントって。いらないでしょって。だったらもう良平と同じようにメンバーとしてちょっと気を引き締めてやっていただかないと、これはちょっといてもなって。そうですね、はい、だし、まあ、編集の部分で僕がマジで本当に血を吐くぐらい教えたんですよ。やばいぐらい体調不良ですよ毎日毎日。でもおかげで試合動画を編集できるようになって、うん、それでもう俺の負担もすごいこう減ってるし、はい、で通常のなんかグローブ紹介とかこう簡単な動画とかはもう今ほとんどこいつがやってるんですよ。ほんと俺の右の二の腕ぐらいになってるんで。柔らかいな。タプタプすぐ落ちるかもしれないからね。うんってね。いや本当に頑張ってもらって、はい、ね、昨日まではアシスタントとかそういうサポートメンバーだったけど、ちゃんとしたメンバーとして受け入れたいんですけど、はい、そのタイツやめてくれよ。はい、着替えてこいつ。そのタイツやめてくれよ。うん、じゃあ分かった、30秒やるから着替えてこい。これ結構着るよーい、どん。はい、というわけでね、はい、そういった感じでね、ヒロと、まあ新メンバーとして迎え入れますので、はい、今後ともよろしくお願いします。協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね。まあ、翔平図も結構1月の14日、うん、大会試合ありますし、2月の23日の祝日また紅白戦やりますので、はい、まあ、紅白戦8時間ぐらい取れてるので、そこでまたたくさんの人と、そうですね、明けおめ野球をしたいと思いますので、はい、今年、はい、ぜひともしっかり参加させていただきます。ありがとうございます。また来てもらって、まあ、たくさんのやっぱ野球道具今後増えるので、またそれもこう僕が紹介した後とかだったら全然こう、うんうん、使用したりとか全然 OK なので、まあ、そこはちょっとなんか他とはちょっと違うメリットかなと思いますので、うん、今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんもお願いします。お願いします。今後ともよろしくお願いします。2023年1月1日、本当すいませんでした、はい、最初から超グダったね。すげーグダってね、とある緑のやつが来たんで、うん、本当すいませんでした。はい、この動画が良ければ、はい、チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。今年もよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは。
あいしょー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。